回ご紹介させていただくデイトナ、というブランドは 4WD のユーザー様を対象に、商品展開をしております。で具体的な、4WD と言いますと、大きなもので言いますと FJ クルーザー、あとはプラドで、あとはデリカですね。で、まあ、今回ご紹介、させていただくジムニーをですねというふうなところを中心に展開しております。FDXJ というホイール、まあ、今車両に装着していただいているホイールなんですけども、こちらのホイールは完全に、ジムニーですね、ジムニー専用モデルとして設計したホイールになります。FDXJ というホイールは、リムから、奥行きですね、リムの深さというところを、アピールできるように作りました。デイトナブランドに関しては、ファッション性ですね、この光だけではなくて軽量にも努めました。で目で見て分かるところといいますと、スポークとスポークの間の部分ですね、だいたいこういったところは埋めてしまった方が製造上楽になりますから、埋めてしまうことが多いんですが、今回のデイトナというのは先ほども言いましたようにファッションと、スポーツ、まあ、軽量化ですね、そういったところの融合、そういったところで、商品を作らせていただきました。で、軽量化だけではなくてですね、ファッション性といいましたところがスポークエンドの部分ですね、プレートがついている間ですね、ここで一段切っていることによって、スポークとはそれ以外に別にプレートがある、そのプレートをピアスボルトと言われるビスですね、これで留めているというのも一つの、見どころではないのかなというふうに思います。今回の FDXJ はスポーツをされる方、ドレスアップをされている方、すべてのジムニーユーザーの方に、自信を持ってお勧めできる、そんなモデルが今回の FDXJ だと思います。FDXJ というホイールですけれども、レイズさんの、過去にあったホイールでいうと CX ってモデルですかね、そちらのホイールなんかで使われてたダイヤモンドカットって言われる処理をしてあるのが、多分ジムニー用としてちょっと目新しい、加工になるかなと思うんですよね。で、塗装の乗った後に後から削るっていうことで2色入ってるホイールのデザインになるっていうのがものすごくこうシャープというか、かっこいいなっていうのがもうとにかく第一印象ですね。このホイールのもう一つの特徴として、標準的なジムニー用のホイールのサイズと全く同じあの 5.5J のプラス20っていうオフセットのままなのに、深リムを採用してるっていうのがものすごく画期的じゃないかなというふうに思います。